はい、今回は、 共産党と強いつながりがある2党夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。共産党と強いつながりがある2党夢野さんが代表を務めるコラボ。以前ですね、生活保護の不正受給事件が話題になった時にですね、バスカフェでシェルターの家具家電大放出キャンペーンっていうのをですね、行っていましたので、夜逃げでもするのかというふうにですね、話題になっていたわけなんですけども、その時にですね、大放出された家具家電のですね、 がですね、されていたわけですけども、今回ですね、見事に家具家電大放出キャンペーンの実態がですね、明らかになりましたので、紹介していきたいと思います。えー、しかもですね、証拠を削除したりもしているようですので、やっぱりですね、何か後ろめたいことでもあるんでしょうね。<laughs> この家具家電ですっていうのがバレたらですね、あここで買ってるんだーとかですね、えー、じゃあこの領収書は合わないなーとかですね、そういうのがバレてしまうので、えー、証拠をですね、削除していると。<laughs> <laughs> いうところみたいですね。はい。えー、やっぱり、後ろめたいことがあるということですね。えー、まずですね、今回の事件について、おさらいがてらですね、当時話題になりましたツイートを紹介します。こちらですね、ハチコさんのツイートです。明日、バスカフェあるみたいです。家具家電大放出。まさか、解散の前兆なんてことはないですよね、っていうのでですね。 この時ですね、住民監査請求の再調査が行われている最中だったりですとか、あと生活保護のですね、不正受給疑惑のお話が出た後だったので、えー、これコラボ解散するのかーとかですね、夜逃げするのかーですとか、まあ、いろんな噂がされていましたと。で、実際にですね、配っていたものとしては、えー、こちらの LINE に証拠が残ってますけども、 これだけの家電。まあ、ここ家具って書いてありますけど、えー、これだけの家電。で、それからですね、これだけの家具ですね。もう、たくさんの家具がありますと。だからですね、これ、やっぱりですね、これだけの家具家電があるわけなので、まあ、一つの家ですね、一つの家に必要そうな家具家電がですね、一通り揃っているので、まあ、明らかにですね、どこかのシェルター、解約する気満々だろうというのがですね、わかるわけですよね。 で、先ほどのですね、ツイートをされていた、こちらの先ほどのハチコさんですね、えー、裏でですね、コラボとやり取りをされていまして、家具家で見せてくれというふうに交渉されていたようで、その証拠ラインがですね、出回ってしまいますと。<laughs> 暴露されてしまいますと。えー、まずですね、こちらのツイートを紹介します。これの続報なんですけど、欲しいですと問い合わせた人に、どんな対応をしていたのか、年齢は未確認、性別も未確認、 困難を抱えているかどうか未確認、えー、だったっぽいんですよね。そりゃ希望者もたくさん来ると思いますっていうのでですね。 えー、コラボ自身はですね、私たちは生活が困難な若年被害女性を支援しないといけないんですみたいなですね、えー、彼女たちの生活を守らないといけないんですとかつってですね、まあ綺麗事を言っておいてですよ、各、えー、家,家電を配るときはですね、誰でもいいと。<laughs> 自分たちが放出でさえできればですね、もう誰でもいいと。熟年お金持ちおじさんでもいいというところでですね、まあこの人たちですね、こういうところからもですね、若年被害女性支援事業ってですね、やっぱりお金稼ぎの口実にしかもう過ぎない っていうことがですねよーく分かりますよねもう自己中心的にしか考えてないっていうことがよーく分かりますよね自分たちが早く家具家電が放出さえできればそれでいいということなわけですよねまあ、本当に若年被害女性を支援したいのであればですよ年齢性別生活状況の確認ぐらいはするでしょうっていうふうに思いますよねまあ、それすらしていないということでですねコラボのですね本心がこういうところからも分かってしまうというところですねでちょっと LINE のやり取りもですね証拠をアップしてくださっていましたのでこちらも ちょっと見ていきますね、えー、まずですね、1枚目ですね。えー、ジーー欲しいです。まだありますかというのでですね。まあ結構13結構人気ですからね、高いですし、ね、なかなか自分で買おうと思うと買えないので、ジューー欲しいですかというとですね、もう即売り切れと。<laughs> 即大放出完了というところでですね、もうないのーっていうふうに返信がありまして、ありがとうございます。欲しいものある場合、受け取れるのは明日だけですかというのでですね、質問には答えないでですね、どんなものかなーっていうのでですね、 ごめんなさい。寝ちゃいました。タンスとチェスト気になるんですけど、見せてもらえますかというのでですね。えー、タンスとチェストですかね。まあ、写真が送られてくるわけですけども、後ほどですね、コラボがメッセージの送信を取り消しました。というのでですね、画像を削除してしまうと <laughs>。何か証拠が拡散されると、都合の悪い家具家電が、えー、ここにですね、アップされていたんでしょうかね。えー、今住んでるのはどこかなえー、都内です。って,言ってですね、まあ、こうやってやりとりが進んでいきますと。 で、続いてですね、えー、都内のどの辺かな新宿に取りに来て運べるってって <laughs> いや、えー、大きな家具家電なんですけども、もう実際に新宿に取りに来いと。で、大きさはどれくらいですか電車で運ぶのは無理そうでしょうか知り合いに20日以降ならお願いできそうなんですけど、それだと遅いですか 質問ばっかりですいませんっていうのでですね。えー、電車では無理だと思う。残っているチェストやタンスがあるか確認してまた連絡するね。ありがとうございますっていうのでですね。こうやって4枚ですね。また写真が送られてきますというのでですね。まあ電車ではですね、運べないほどのタンスですとかチェストがですね、えー、ありましたよっていうところでですね、写真来てるわけなんですけども、まあこうやってですね、電車で運べないようなですね、家具家電をですよ。どうやって家庭環境に問題があってですよ。帰る場所もない女性が運べるんですかね。<laughs> <laughs> うん、本当に若年被害女性を支援したいのであればですね、自腹で車で持っていきませんこれ。 とにかく家具家電を捨てたいという思いがですね、明らかですよね。なんとか証拠をいち早く捨てたい。なんとか早くシェルターから家具家電を放出したいという思いがですね、もうプンプンしてきますよね。いやー、家で少女がタンスとかチェストなんて車で運べるわけないだろうと思いますけどね。何考えてるんですかね、この人たちは。やっぱりなんか若年被害女性支援する気なんてないよなというふうに思いますけどね。はーい。 え、こちらですね。いいねしておきたいと思います。で、先ほどの LINE の中ではですね、画像が削除されていましたけども、実際に LINE で送られてきた家具の写真がですね、こちらですね。えー、まずちょっとツイートの方から見ていきますね。ちなみに、コラボがメッセージの送信を取り消しましたとなっているのは、画像を送信した部分です。画像を拡散されて、上渡対象の家具とシェルターの家具を付き合わされたくなかったのかなというふうに思います。公開するの迷っていましたが、 コラボも東京都も誠意がなさすぎる若年被害女性を盾にするなっていうのでですね。で、これちょっとざっくり見ていきますと、あの、最後のですね、この衣装ケースを除いて、えー、どれもですね、結構綺麗、きれいなんですよね。特にですね、この3枚目のタンスめちゃくちゃ綺麗なんですよね。 まあ全部怪しいんですけども、特に3枚目。これ事業が始まった、まあ東京都からの委託として事業が始まった2018年以降に買ってる確率が高いと思いません <laughs> これね、2017年とか2016年とかじゃないですよねうん。結構2018年とか新しいと思うんですけども、一応ですね、そのコラボから東京都に対しては、 これ、この配ってる家具家電ですね。税金で買った家具家電ではないですって言ってるみたいなんですけども、まあこれ非常に怪しいですよね。 まあ、税金でですね、旅行したり、高級レストラン行ったりですね、それから高級ホテルに宿泊するような人たちじゃないですか、コラボの人たちって。で、もっと言うと、オーガニックショップで犬用のスプレーを買っていた疑惑まであるわけですよね。そんな人がですよ、これを税金で買わないわけがないじゃないですか。<laughs> 何千万まあ、この時は1千万とかの時なのかもしれないですけど、1千万とか2千万とか4千万とかですね、税金もらっておいて使わないわけがないですよね。この人たちがですね、税金じゃないですって言ってもですね、 信じられないですよね。もしかして、領収書後で入れ替えれば OK だから、つってですね、福祉保険局、監査員、それから、都民ファーストなどのですね、え、ゆり子の犬たちが教えてくれたんでしょうかはーい。いや、もしかしたらですね、家具家電で申請をしていたものがですね、今後、また、パソコンにでも変わるかもしれないですね。はははは。この家具家電を買った領収書がどこかに混ざっててですね、うんいつかパソコンにでも入れ替わるかもしれないですね。ははは。 <laughs> えーえー、こんなパソコン安くないぞみたいな話を突っ込まれてですね。東京都に請求してた、えー、金額が変わってですね。ホームセンターにこんなパソコン売ってないけどどうなってるんだーって突っ込まれてですね。えー、領収書の入れ替えをするとかですね。うん、そういうことが今後起きてしまいそうですね。<laughs> 領収書の入れ替え、それから書き換えをすればですね。何でもありというような人たちですからね。いやぁ、十何万か三十何万になったり、パソコンが、エアコンがパソコンになったりするような人たちですからね。えー、こちらですね。えー、 いいねとリツイートしておきたいと思います。はい。えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の声も見ていきたいと思います。えー、まずはですね、こちらのコメントです。すごく気になるんだけど、この家具ってどこのお金なのかな寄付金なのかな公金なのかな嫌がらせとかじゃなくって大事だと思うの。公金で授業してるから買ったものを人にあげたり、下取りで売ったりしちゃダメだと思うんだよね。 一円でも安いもの買ったり、直して使ったりするものじゃないのっていうのでですね。うん、まあ、おっしゃる通りなんですよね。<laughs> おそらく公金じゃないかなと思いますけどね。まあ、こうやってなんか節約するのが当たり前だろうっていうふうなところも指摘されてますけども、まあ、コラボの人たちが言うには100円均一とかに行ってですね、100均に行って、もう涙ぐるましい努力をしてると節約をしてると、いうふうにおっしゃってるんですけども、家具家電はですね、当たり前のようにバン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 大放出してしまうというですね。 <laughs> 無駄遣いばかりすると、えー、旅行も行くし高、高級レストランにも行くし、高級ホテルにも泊まるしというのでですね、言ってることとやってることが全く違うコラボ,コラボですので、うん、もうこの公金じゃないっていうのも全然信用できないですけどね。はい。まぁ、あ、公金だろうというふうに思ってしまいますよね。はい。こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 とにかく、急いで処分しないと法的機関が査察に来るって感じですかね。急いで出てけって言われた人の逃げ方にそっくりっていうのでですね。ま、あそうなんですよね。急にですね、これ次のバスカフェで大放出するぞーつってですね、もう急いでなんか始めた感じがするわけですよね。 まあ本当にこの家具家電を一斉に処分したいのであれば、少しやっぱ時間を置いてですね、ある程度皆さんに見てもらって、で、じゃあどうぞっていう風にやるじゃないですか。もう、放出、その配る家具家電を渡す日がバス壁の日って決まってるわけなので、余裕を持って宣伝すればいいわけなんですけども、急に始めて急に配りましたからね。だからよほどやっぱりなんかまずいことが起きてるんですよね、裏で <laughs>。 <laughs> うんどうなんでしょうかね何があったんでしょうかねはい。こちらですね。いいねしておきたいと思います。続いてはですね、こちらのコメントです。これもアウトリーチの回数に含まれ、何度もやりとりしているから、相手側の送ったメッセージ数でカウントされてますかそれとも文字数だったりして、っていうのでですね。8個さん、アウトリーチされてます <laughs>。 ハチコさんアウトリーチした数に入ってますよ。<laughs> えー、今後はですね、ハチコさんもこんなところでアウトリーチ対象者になってしまうというですね。えー、そんな <laughs>、えー、そんな事件になっていましたというところですね。はい。いや、アウトリーチの実績をですね、積み増しできてよかったですね。はい。こちらですね。いいねしておきたいと思います。はい。 え皆さんですね、今回、コラボのですね、家具家電大放出キャンペーン、またの名を夜逃げキャンペーンと言いますけども、えー、このキャンペーンについてですね、えー、実態が分かってきたわけですけども、皆さんですね、このようなコラボについてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると、 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。